この番組はサッカー見るのもプレーするのも大好きな熱烈サッカーファンの情熱で育んでいく番組である。ジャイアントキュアリーキックオフ宮崎、今週のキックオフ宮崎はテゲバジャーロ宮崎第16節のハイライト、白熱したゲームの結果は、そして今年9月に行われる鹿児島国体に向けて宮崎県選抜チームを取材しました。こんにちは。今週も始まりましたキックオフ宮崎。さあ、まずは先週行われた明治安田生命 J3 リーグ第16節、テゲバジャーロ宮崎はホームで YSCC 横浜と対戦しました。ホーム戦で勝利を飾ることはできたんでしょうか。試合のハイライトをキックオフ。この日はテゲバジャーロ宮崎の二村啓太社長が J2 クラブライセンスの申請を行ったことを発表しました。テゲバジャーロが J2 ライセンスを申請するのは今年が初めてで、秋に行われる J リーグ理事会で結果が出る予定です。昇格を争うような、これからのシーズンを送ることで、ファン、サポーターの皆様と、それを楽しむというか、一緒に戦えるということを、嬉しく思ってますし、その体験にワクワクしているという思いです。J2 昇格へクラブの士気も高まり迎えた J3 第16節、テゲバジャーロの相手はリーグ暫定14位の YSCC 横浜です。前半7分、テゲバは相手にペナルティーエリアに入られるとディフェンダーがかわされシュートを打たれます。しかしここはゴールキーパー青木がファインセーブ、ピンチをしのぎます。前半18分、テゲバは石津がゴール正面からミドルシュート、惜しくも枠を捉えられません。前半41分、相手のパスをインターセプトした石津からのボールを永田がシュート、相手キーパーに阻まれゴールネットを揺らせません。テゲバは前半8本のシュートを放ちますが、ゴールをこじ開けることができません。後半、YS 横浜の選手交代で試合が動きます。後半12分、途中出場の YS 横浜佐藤のカウンター。キーパーの青木も防ぐことができず、先制を許してしまいます。負けられないテゲバは後半23分、下沢優太が見せます。相手のクリアボールに反応しシュート、下沢の鮮やかなゴールで同点に追いつきます。この後も追加点を狙いますが、決定機を作ることができず試合終了、1対1で引き分けました。スペースが空いてるのっていうのが見えてたので、まあ、入っていって、でトラップした瞬間にこっちの右サイドが空いてたのと、そこに蹴れば入るんじゃないかなっていう感じで狙い通りっていうところでした。先制も終わったということで、はい、だからこそ勝ち切りたかったっていうのが正直なところですけど、こういう試合も勝ちに持っていけるようにもっと成長しなきゃなって感じさせられる試合でした。いや、惜しくもあと1点が遠かったテゲバジャーロ、連勝とはなりませんでしたが、次は勝ちに期待したいなと思います。ではここで第16節が終わっての J3 リーグの順位表です。テゲバジャーロ宮崎は5勝7分け4敗の勝ち点22で11位につけています。続いてなでしこリーグ2部の結果です。ビアマテラス宮崎はアウェイで FC 富士桜山梨と対戦し、1対1の引き分けに終わっています。前半戦を1位で折り返したビアマテラス、リーグの後半戦は9月からの予定です。その他県内のクラブチームの結果はご覧の通りです。
テゲバジャーロ宮崎は今日この後午後5時からホームでガイナーレ鳥取と対戦します。テゲバのスーツサプライヤーである株式会社ストラーダサンクスマッチとなる今節は先着2000名にオリジナルうちわのプレゼントもあります。ナイトゲームが続く今年の夏はぜひ現地で選手たちに熱いエール送りましょう。 CM の後は県内の熱いサッカーチームをご紹介します。新富町フットボールセンターに来ています。皆さんここがどんな場所か知っていますか？今日はちょっと覗いてみましょう。今年4月にオープンした新富町フットボールセンター。人工芝のサッカー場は2面あり、ナイトゲーム用の照明設備も完備。誰でもグラウンドを借りることができ、宮崎県のサッカーの拠点として期待されています。こんにちは。こんにちは。皆さんどこのチームなんですか？三経大です。三経大ですか？あ、じゃあ大学生。大学生です。皆さんってチームどこなんですか？あれあれ答えてくれ。青いのがミネベア三つみ SC です。あ、ミネベア三つみ、あれ SC の秒間上がったという、チームです。あら、いいスマイルが出ましたけど、みんなあれじゃあチームバラバラなんですか？こんにちは。こんにちは。監督さんでいらっしゃいますか？はい。あ、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これってどういう集まりなんですか？鹿児島国体に向けての、今日は練習会になります。練習していたのは鹿児島国体に向けて編成された宮崎県選抜チーム。テゲバジャーロやミネベア三つみ FC など県内のクラブチームと大学生からなる宮崎最強のチームなんです。違うチーム同士でやっぱりやるんですね。こんにちは。こんにちは。あれ、FC 延岡アガタと、はい、ベロスクロノス角ということは同じ九州リーグで、はい、ライバル同士ですよね？はい、僕ら高校生の時から一緒なんで。じゃあ高校以来またここで再会して、はい、運命の再会を。すごいですね。どうですかチームワークは、こう別々のチーム同士ですけど、まあ、戦う時はもちろんバチバチですけど、こういう国体の中では仲間なので、心を一つに。なんかいいですね、この。チームをまとめるのは、ベロスクロノス角所属の曽我部圭太選手。最年長でキャプテンを務めます。僕の次の年下の子たちが本当10個ぐらい離れてるんで、非常に若いチームなので、まあ、多分公式戦だったり本番だと少し緊張してしまう場面とかあると思うので、今までこうやって経験してきた分、何かみんなの力になれるように、はい、やっていきたいと思います。ミネベア三つみに所属するフォワード日野智樹選手はチーム一番のストライカー。日野選手の一番の武器は、裏に抜けて点を取ることです。点を取る、いつでも点を取ることができる。はい、本当ですね。はい、さあではこの距離からあちらのゴールを日野選手に狙ってもらいたいと思います。お願いします。さあストライカー日野選手のシュートは、これはゴールの上、惜しくもゴールならず。本当の試合ではこれがゴールネットを揺らすという結果になればいいなというふうに思います。ありがとうございました。攻守の切り替えが、行われて、攻撃側の時に早くポジションを取ってくれっていうような掛け声があったと思うんだけど、中でコミュニケーションをちょっと取ってほしいな。得点のところはこだわって、守備は無失点っていうところにこだわって、今日の練習試合をやっていきましょう。 OK。 この日は宮崎総合学院との練習試合が行われました。近く近く、離れない離れない、今距離感距離感、オフザボールで選手の距離感見て、いやーナイスボールだ、来た、ナイスプレーナイスプレー、押し上げるよ、ライン押し上げるよ、
玉木ナイスプレイ。去年全国大会で、負けたので今年は全国優勝を目指して頑張ります。はい、チーム全員となって一丸となって、はい、去年よりいい結果を残せるようにしていきたいと思います。鹿児島国体優勝するぞ。大学生から J リーガーまで同じチームで一つの目標を目指して頑張っている姿がかっこいいなと思いました。ぜひ鹿児島国体では全国制覇に向けて頑張れ宮崎県代表。テゲバ、今夜はホーム戦、ぜひ現地に行って選手たちに熱いエールを送りましょう。